この礼拝はインターネットによって全国全世界に発信されております。また今年リバイバルのこの歩みをスタートして3年目を迎えようとしております。国内のあるいは海外の関係者たち、また英語礼拝の関係者たちが全世界に散っておりますけれども、はい、彼らの中でオーストラリア、またフィリピンに伝道し開拓をしてすでに数年が経っておりますが、感謝をしております。また国内に地域にこうして集会が開かれております。花巻の礼拝、所沢の礼拝、器たちが今日もご用意しておいてくださることを感謝をしております。格別今日はこの年のイースター、イエス様の復活、また過る週はイエス様の受難週ということでございました。はい、私たち日本人にとってイースターと言われてもなかなか分からないんですけれども、はい、復活、イエスキリストの復活の、はい、記念の礼拝、はい、毎週の日曜日は主日礼拝といって主の日、主がイエス様がよみがえられたことを記念して教会では礼拝が持たれております。はい、昔のイエス様の前の、はい、旧約聖書の時代ですとユダヤ人たち、イスラエル人たちは土曜日、安息日、はい、安息日、はい、神様が天地宇宙を作ったその、はい、6日間で作り7日目の安息日を、はい、礼拝として彼らは守っておりました。しかしながらこのイエス様によって、はい、新しく、はい、イエス様の復活によって、日曜日、土曜日ではなくて日曜日の主の日、主の復活の日を、はい、礼拝をしておる、神を礼拝し、神の言葉がまた語られ、また賛美が、はい、捧げられておる次第でございます。それでは一言お祈りをさせていただきます。天のお父様、ありがとうございます。今年のイースターの礼拝を心から感謝します。我らのために天から一人を使わせてください。大いなるあなたのご愛、贖いの御業を成し遂げてくださったこと、また死を打ち破り、また天への道を開いてくださったこと、永遠の神の国への道を開いてくださったことを心から感謝いたします。聖霊様がどうぞこの一日を祝福し、今日の礼拝をあなたが格別祝し、語られます御言葉を祝し、また賛美を祝して、どうぞあなたの栄光が豊かにこの国に、この地域に及んでいきますように、祝福がアブラハムの与えられた祝福が全世界にこの祝福が及ぶと言われました。そのことが今現実のものになっていることを心から感謝をいたします。どうぞ盛岡の地、岩手の地、東北の地を顧み、諸国を顧み、あなたがどうぞまたここから発信されております全世界へのこのインターネット礼拝を豊かに用いてください。お願いをいたします。語る者を助け導いてください。イエス様の御名によって信じ感謝をしてお祈りします。アーメン。